皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は英文が日本語の意味になるように空所に単語を入れましょう、こういう問題です。1番、この街はいかがですか。英文は空欄があって、 Do you like this town? 空欄で Do you like this town?ね、この街気に入りましたかみたいな聞き方をするときのちょっと決まった言い方ですね。2番、気楽にやりなさい。 Take it cool on。 これ決まった言い方です。ほぼこれも Take it なんとか、何が入るでしょう。3番、彼女は北海道に旅行に行きたいと思っている。英文は She wants to go cool on a trip to Hokkaido。She wants to go cool on a trip to Hokkaido。 この空欄に何が入るかです。そしてちょっとここで一つ注意しておきたいことがあります。日本語の中に思っているというこの言葉が入っているとすぐ考えるとか思うという think という単語を書きたいと思っちゃう子いるんですけれど、違います。何々したいと思っているというのは want です。 want は欲しいと思っていると、したいと思っていると気持ちが入っているので、 want の中に何々したいと思っていると書いているので、何々したい、何々が欲しいと思っていると書いてあったら want を使うと、ここで覚えておきましょう。さて皆さん、ここで一度動画を止めてここに入る単語を考えてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生し正解を確認しましょう。答えはこうなります。1番、この街はいかがですか。 How do you like this town? How do you like this town? もし日本はいかがですか、日本は気に入りましたかって聞きたかったら How do you like Japan? を聞くんですね。2番、気楽にやりなさい。 Take it easy. Take it easy. Take it easy.、ね、気楽にやりなさいという決まり文句、ね、決まった言い方です。3番、彼女は北海道に旅行に行きたいと思っている。 She wants to go on a trip to Hokkaido、ね、Go on a trip to Hokkaido。 こうなります。 on が入りますね。 Go on a trip to どこどこで、どこどこに旅行に行くという意味を作っている、これを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。